このレースは海の環境問題を身近に知ってもらおうと開催され36回目となることしの大会には学生の部活動の船からメーカー従業員らのハイテク船まで手作りのソーラーボートと人力ボート26艇が参加しました競技は2日間にわたって行われ初日のきょうは速さを競う100メートルのタイムトライアルが行われました 小雨の中でしたがレース場の湖面は穏やかでした明日は特設部位を周回するスラロームレースや1時間の耐久レースが予定されています